皆さんこんにちは。今回は DVD モバイルにてマイケルを使って遊んでいきたいと思います。今回はですね、みんな大好き手鏡マイケルということで、手鏡マイケルとは何ぞやというところなんですけれども、マイケルのティアが1から上がらなくなる代わりに、いいですね。こんな感じで凝視したら32メートル以内のサバイバーのオーラが見えるというアドオンとなっております。で、マイケルのティア1って探知不可なんで、これでね、サバイバーのオーラを見ながら急にね、ヌンって現れるのがめっちゃ怖いということで人気なアドオンです。ただティア1がね、めちゃめちゃチェイスが弱いんで、まあ、移動速度が 4.2 メートル毎秒のため攻撃の射程も短くなってるので、このね、ティア1でチェイスするっていうのがまあ地獄なわけですよ。なので基本的にチェイスはしてはいけないアドオンとなっておりまして、まあ奇襲でね、ちょいちょい切ってこうっていうところなんですけど、本家だったらね、その室内系マップと言われる、まあ、室内のマップですね、が結構あって、まあ、そういうマップを指定して使うアドオンなんですよ。室内だったら、まあ、急に曲がり角からヌンみたいなのができるんで、結構怖いんですけど、よいしょ。このね、モバイルだと室内系マップがないので、まあ、姿丸見えなんですよね、こっちの。まあ、ちょいちょい隠せるには隠せますけど、回してるかな、そこ。あー、いいですね。こんな感じでほんとね、もう奇襲して、攻撃当てるぐらいしかできなくて、まあ、この後ね、チェイスでさっきのフェンミン折ったらめっちゃ時間かかるんで、奇襲でどんどん殴っていきたいんですけど、もうやっぱりね、姿が丸見えなのよ。きついのよ。あ、小屋は倒さない？もうモバイルだったら、よいしょ。もうこのアドオンはもうクソアドオンですね。わざわざ弱くしてるみたいなところありますからね。これいけるかな。いや、気づかれるのよね。見えちゃうのよ、姿が。いや、サバイバーもちゃんとね、ある程度見えるところに位置取りますからね。いや、無理無理無理。あと3台か。あー！なけなしの雲が。デッドハードは地獄です。ちょっともう。手鏡マイケルの時のデッドハードは地獄です。よいしょ。いけるか。頑張れ。あー、ちょっと膨らんでくれたからいけたわ。きついな。無理やな。いや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 、無理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 。無理だよ。あ、何をやってるんだ？あなたオブセッションだよね。いいね。で、ここで蜘蛛のトークンだけもらって、手引きを追う。あれ、いたってどうやっけ？あったけど倒さない。なんで？おっしゃー。丸見えなのよ、姿が。ただでさえ白いマスクでめちゃめちゃ目立つのに。あー、無理ー。無理だよー。無理だってー。何これ？地獄？あ、それなんか使ったな。それはなんかやってるやろ。注射器みたいな、刺したやろ。あー、どうしよう。もう終わるかな？効果が。お。オッケー。はい。室内で急に、ヌンがやりたいのにさ、こんなもんこっちの姿見られて発電機からすぐ手離されとったら無理やって。あー、もうもどかしい、もどかしいわ。はい、というわけで手鏡マイケル無理です。ちょっと運が悪かったのもあるけど無理ですね。しんどい。はい、というわけでちょっと手鏡マイケルで負けたのめっちゃ腹立ったんで、今回、永続ワンパン持ってきました。もうまるで違う、このね、正反対と言ってもいいアドオン。もうさっきのはずっと
ティア1状態やけど、もう次はずっとティア3になったんでと、もうこれで蹂躙してやろうと思います。もうこのサバイバーたちには申し訳ないけど、さっきの鬱憤をね晴らしてやろうとって言って、負けたらめちゃめちゃおもろいけど、合いますね、座してくださいよっと。ええやないか、見せてくれや、おっちゃんに見せてくれや、ええやないか。ああ、いいね、ああ、いいですね、ありがとうございます。よーし、ティア2までは結構早かったと言った矢先に発電機が回る。早いね、2人で回してたね。これは3人か2人かどっちでもええけど、どこ行った、あれいないですね、足跡もない。多分この辺いそうやけど、まあいいや、ちょっと、あ、上いそう、これ。あ、いるね、じいちゃん。じいちゃん、吸わしてくれ。意外に全然溜まってないね。もっと吸わしてくれ。あ、いいね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 。てか、モバイルさ、なんか入らない?溜まんの。こんな早、どうした、じいちゃん。ボットやと思われてます、まさか私。おじいちゃん吸い殻ですよっていうぐらい吸ったんだ。いたー。まあいいでしょ、おじいちゃんはもう吸い殻です。あ、いいですね、いますね。あ、じじいは邪魔だ、吸い殻め、どけ。いや、そこの奥の若い男に興味がある私は。あ、いいですね。あ、じいじに一瞬視点を持ってかれたけど、これはいける。ちょっと膨らみましたね、ドワイトさん。はい、こっからティア3ですよ。ずっとめっちゃ早いですよ。まだ発電機4台あります。もうこうなったら、ずっと一発で、沈めていくだけなんで、もう絶対こっちの方が強いもんウルトラレアやから当たり前やけど、もうなんかさっきのさ、はいはい、はい、さっきのなんか、一生懸命足遅い状態で追ってたのがアホらしくなるわ。ん?ボイルオーバーあるね。はい。さあさあさあ、いい感じで、連れてってますよ。そして、ランプも2トークン、溜まってますよ。これはね、救助に来た人を狙いたいのだが、足跡どれかわからなくなったので、ちょっと戻ろうかなというところで、なんか見えたぞ。おじいじ。おじいちゃん。あら。あ、おじいちゃんまさかの?回って回って。はい、マイケルならこれが届いてしまうとは、もうこの、ティア1の時のため攻撃の範囲の狭さと、ティア3の時のこの長さの違いよ。素晴らしいね。さて、こっちでバーベキュー&チリで見えていた人は?あ、いる。ドワイトさん。逃がしません。ありがとうございます。よいしょ。ほい。いいペース、いいペース。非常にいいペースで、ケイトかな、あれ。治療してた人。オーラ見えてますよ。このバベチリで見るので十分だわ、本当に。バベチリで見て、すぐそこまで行って、痛い。ワンパンする方がもう圧倒的に強いのよ。はい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 。で、奥にじいじがいて、ネア全然見ないね。あれ、ネアだっけあれ。ネアがいないね。全くと言っていいほど。隠密してんのかな?あれ?なんだこれ。おー。さあ。また、オーラが見えていますよ。右に行ったのは、じいちゃんか?
オーラ的になんかじいちゃんっぽかったけど。はい、じいちゃん。はい、じいちゃん。倒す。いけたな。窓を飛ぶ。ただ、板逃げない。なんと。それは死にましたよ、あなた。それは死にますぜ。オッケーで、じいちゃん2回目か。じいちゃんケイト・ドワイト2回目ずつかな。で、ネア1回も釣ってないので、この辺でそろそろネア見つけたいんやけど。いや、なんか爆発でさ、この救助時の爆発でオーラ見えないんだよな。地味に。あれ困るな、ちょっと。さっきマジで誰のオーラも見えんかったけど。バベチリ殺しやんもん。お？誰ですか？治療ミスですね、それは。それはまずいですね、ケイトさん。ケイトこれラスなんで。外れ？よいしょ。あ、こうやって来ない。あ、けどなんか走ってきたので。OK。はい、じゃあケイトこれで終了と。よいしょ。あーい！あー、やっぱり。ん？いますね。やっぱり永続ですよ。いましたね、ネアが。ようやく見つけたぞ。あれ、どこ行った？あ、いた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 。はい、どうも。OK。ランプも7トークン入ってるし、もう無理でしょ。ここから回したら君たちは相当すごいということになりますが。相当すごいか、私がめちゃめちゃしょうもないか。はいはいはい。じいじですね。あ、その角待ちじいじは危なくない？それ届くよ。うい、その角待ちじいじは危ないね。救助に来ないかな、ドワイトさん。よいしょ。あ、来てますね。じゃあこれはあの二人を一網打尽にしちゃって、思ったけどネアが離れて。あー、勝手に振らないで。勝手に包丁振らないでくれ。あー、おかしいな。ロッカーっぽくない？はい。だろうな。よいしょ。で、バベチリで、はい、ネアちゃん、ミッケと。もう圧倒的にこっちの方が強いです。なんなんだろう。手鏡マイケルってなったわ。ワンパンの方が強いのよ。100%。だけどね、手鏡は、まあ、強いとかじゃなくて、面白い。その、驚かせれたらおもろいみたいなね。ところありますから。なので人気なんですけど、モバイルだとマジで驚かすことすらできないから、姿が見えすぎてて。それがしんどいですね。レリーかギデオンかあたりがちょっと実装されてくれれば、まあ、結構使えるアドオンになるかなとも思うんですけれども、今のところちょっともう全然使えないアドオンになっちゃってるかなとは思います。とりあえず初めてちょっと、使ってみましたが、ボコボコにされて、で、ティア3でボコボコにしてきましたということで、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ボロボロやん、おもろいな。